NHK 受信料の第三者弁済は可能なのか、つまり NHK 受信料本来払うべき人に代わって別の人が NHK 受信料を払うことは可能なのかについてお話をしたいと思います。参議院議員の浜田聡でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和6年の8月9日金曜日、時間が17時18分になろうというところでございます。はい、今回は NHK 受信料他の人が払ってもいいのかどうかということなんですね。まあ基本的にはですね、 NHK これについてはまあ否定的な考えではあります。というのもですね、まあ NHK 受信料というのはですね、まあ万人からの公平負担みたいなところをですね、まあ意義としているみたいなんですね。ということで、まあ貧乏人も金持ちもですね、まあ同じ量だけ、同じ額のね、受信料を負担するべきと、そういう理念だそうですが、まあただ一方でですね、まあ我々のような、まあ政党もあります。我々はですね、まあ NHK 受信料不払いを推奨しておりまして、で、まあ不払いの結果、NHK 受信からですね、まあ裁判をされた方には、まあ受信料をですね、まあ代わりに払うということを、まあしているわけでございます。そういうのはね、ちょっと嫌っているわけなんですね。ということで、まあ NHK からすると多分嫌なんでしょうけれど、ただですね、まあ NHK 自身が認めているというところでもあります。これはですね、今年の国会であったんですね。今年のね、5月28日の参議院総務委員会、斉藤健一郎議員がですね、NHK の当時、古賀信之経営委員長にですね、まあ質問して、その答弁で、まあ出てきております。ということで、まあ、ね、NHK の経営委員長が言うのであればですね、まあ、それは多分できるんだよ、ということだと思います。ということで、今からですね、ちょっとそのシーンを、まあ、見ていただきたいと思います。まあ、NHK の経営委員長が認めてるんだから、まあ、我々がですね、受信料をね、まあ、ある意味別の方のね、肩代わりをしても、まあ、問題ないんだろう。党としてね、まあ、問題ないんだろう、ということなんだろうと思います。ということで、ちょっとそちらのですね、まあ、シーンをちょっと準備したいと思います。ということで、はい。今の全世界、皆さんで、ね、ご家庭の月額課金、月いくら払えば見れるよ。その状態に NHK がより努力をすれば、今よりも 78% よりもより高い皆さんに契約をしていただけるかもしれない。もしお売り上げが上がるかもしれない。それは NHK が出している情報であるとか、 NHK の国民の信頼によって成り立つと思うんですが、そのスクランブル化について売り上げが自信があるならば上がるはずなんです。そのスクランブルについてもう一度ヒントを聞かせてください。ご委員長、先ほど来申し上げてますように、全国どこでもコンテンツを分け隔てなく、視聴できるようにするというのが、私は公共放送、公共メディアの理念であると考えております。したがって市場原理でというお話ありましたが、ここはやっぱり納得していただく努力をさらに続けて、まあ、現にあるんですが、これは私ちょっと触れて恐縮ですが、私の友人で子供がその NHK の受信料を払わない人が2人いまして、彼は自分でいっぱい視聴してて、これはこういう番組が消えちゃ困るというんで、言われたからではなくて自分の意思で息子の2人分の受信料を払うようにしたというのもいます。そういう善良な国民もいるわけですから、やっぱり私はきちんと訴えかけていく、こういう努力をまずはきちんとやっていくことが肝要だ、このように考えております。斉藤健。はい、ということでですね、まあこのようにおっしゃっているわけで、まあ NHK のね、古賀信之経営委員長は第三者弁済をですね、まあ肯定するような、まあ、発言をされているということですので、まあこれを受けてですね、まあ我々としては、まあね、NHK から裁判された方のですね、まあ受信料を、まあある意味肩代わりする形で、まあやっていってもいいのかなと。まあこの、今後の国会ではですね、この答弁を、まあ利用してといいますか、まあそれをですね、引用する形で、まあ NHK の会長なりなるんですね、まあ受信料、まあお支払いすると。そのね、国会の委員会の場でですね、まあ、お支払いするというようなことをですね、まあ、考えているところでございます。まあ、ちょっとね、ツイッターの方で結構面白いね、発信があってですね、マグナさんっていう方ですかね。
まあ、5月29日に発信されててです。あの、今回のね、先ほどの斉藤健一郎議員のね、あの、発信、あの、まあ、質問内容を、まあ、引用されてて、年24回の会議の出席で620万円を受け取る NHK 古賀経営委員長非常勤で、ここからですね。はい。二人の子供がその意思で受信料を払っていない友人は、三世帯分の受信料を払っている善良な国民である。まあ、先ほどね、あの、言われてましたよね。はい。で、それを、そこからですね。はい。マブナさん、受信料を払わない私は、退位後、不良、悪質、邪悪、悪辣、凶悪な国民であるというですね。まあ、あの、自虐と言いますか、皮肉めいたですね。まあ、ツイートをされておりまして、結構面白いなとは思いますね。ということで、まあ、とりあえず5月28日の、参議院総務委員会では、NHK 、はい、古賀信之経営委員長はこのように申し上げていたということをですね。まあ、皆さんに改めてお伝えをしたいと思います。ということで、以上です。まあ、ちょっとね、あの、古賀信之経営委員長ね、あの、スクランブル化について聞かれてるんですけれど、なんか、ね、あの、ちょっとなぜこの発言をされたのかどうかっていうのはね、ちょっとよくわかりませんが、まあ、でもね、あの、なかなか、まあ、いい発言をね、あの、されたかなと思っております。ということで、まあ、皆さんの意見を、お聞かせいただければと思います。以上です。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。